佐賀藩主鍋島家の資料を収蔵する佐賀市の彫庫館が、公爵鍋島家の暮らし展、朝香宮家への贈り物と題した収蔵展を開いています。13代鍋島直康氏と結婚した菊子夫人の実家である朝香宮家から鍋島家に伝わった婚礼調度品や美術品など65点を紹介しています。このうち59点は初公開です。これは朝香宮夫妻への結婚祝いの品、銀製花鳥紋花盛り器です。陸軍高等官一同が献上した豪華な銀の器で、菊や桜とともに鉄砲やサーベルもあしらっています。これはフランス大統領が贈った国立セーブル製陶所の有花祭陶花紋大花瓶です。藤の花をアールヌーボー風にデザインした美しい花瓶です。学芸員によると、ほとんどの調度品は使用されたような形跡がないと言い、華麗で豪華な輝きを保っています。鍋島家の暮らし展は7月1日まで開かれます。